のぞみです。ひろみです。どうも。お食事シリーズでございます。本日2本撮りでございます。2本撮りでございます。服装が一緒なんで。あ、そうですね。いや、ちょっと天気が悪くて。そうだね。まあ、何を撮ろうかと考えたところ、うん、今いるのが石垣島の新栄町。新栄町です。ここで新栄町側ですね。こっちはね、ちょっと僕前からここちょっと、うん、来てみたいなと思ってたところ。そうそう、私もそうです。いつも気になってました、通るたびに。ミス八重山のねインスタがあるんですけども、ちょっとそこでアップされてて、はい、ここあのマグロが食べれるお店の名前がパーラー、はい、ポキポキ。ポキポキってどういう意味か知ってます？調べました。調べました。はい、よろしくお願いいたします。切り身っていう意味だと思います。ハワイ語。ハワイ語です。ハワイ語ですよ。そうそう、ハワイの、うん、フレッシュなね、フレッシュな、フレッシュな、ハワイの、うん、ヘルシーなお料理が食べれる、お料理が食べれるという。それもそのポキポキだから、はい、切り身。なるほどね。ね、なんかいろいろトッピングとかなんかできるんですよね。みたいです。なんかあの注文してから、あのオーダーしてから作るという感じなので。作ってください。みたいですよ。ちょっと楽しみです。なんかカスタムもできるって。そうなんですね。味付けとか、はい、そういったのも楽しみです。さっき結構食べましたけど、お腹の具合いかがですか？食べましたっけ、なんか。いやいや、ちょっと待ってください。食べたかな？記憶喪失か。びっくりするわ。けど俺も食べたかな。もうめっちゃマグロ食べてるんですよ。そうでしょ。じゃあ行きましょうか。ね、はい、ということで、よろしくお願いします。食べるぞ。早いの、ほら、大丈夫か、大丈夫か。ガーンでたらいみたい落ちてくるよ。ね、外観もすごい素敵ですよね。ね、後で撮りますので。すごい大きな木のドア。ね。うん。ね。まああの通りに面してるからすぐ分かると思います。そうですね。はい。じゃあ行きましょうか。キハダマグロ。ね、おじゃ。だって。おじゃおじゃ。おじゃおじゃ。はい、おじゃおじゃでございます。失礼します。わあ。綺麗ですね。うん、すごいシンプルな感じで、はい、いいですね。はい、あそこにします。なんか可愛くないですか、ベンチみたいで。うん、そう、こうやってね、カウンターみたいな感じのお席もあるんですね。いい感じ。いい感じです。はい。座りましょう。メニューも結構いっぱい。そうですね。このポキボール、はい、で今度ポキボールのアボカドの方ですね。うん、月の。で、あとポキボールのサラダ。はい、そしてアボカドのサラダ。うん、で具材も選べて、味やご飯も種類がある、はい、うんうんうん、これを自分でカスタムするっていうことですね。カスタムできるというところがいいですね。はい、じゃあのんちゃん注文します。しましょうか。決まりました。ベース決めないといけないんですよね。ベース、そうです。ベースそうかな。なんか人気のとか聞いてみます。なんか一番人気ってありますか？はい、アボカドです。おお、いいね。はい、では一番アボカドと、うん、あのラペサラダがついてる。ラペサラダ。ラペ、ラペ。写真の中に一番下のが好きですね。あ、これ、ラペって何ですか？ラペは細切りにしてるっていう。細切りにしてる。ハワイ語ですか？ハワイ語とラペを細切りにしてる。そう、あ、じゃあ僕、そのラペ。ラペ付き。ラペ付きと、はい、で私ポキボールアボのソフトドリンク付きで、はい、で今度具材を選ぶんですか？そうです。へー、あとご飯ですね。はい、はい、じゃあご飯追加で作ってみようと思います。トッピング、僕ポキの具材はマグロで、マグロで、はい、で味が、あのわさび醤油、はい、で、あのご飯つけてほしいんですけど、ご飯は、白米、玄米、あと白米で、あ、しまどか、あ、僕白米で、はい、こちら単品で、そうですね、はい、どうされるんですか？はい、私はですね、はい、ポキボールアボの方ですよね、はい、なので、ポキの具材はこれマグロとサーモンとかできるんですか？あ、じゃあそのはい、2種類にしていただいて。すみません、僕もサーモンつけてほしいな。だって食べたくなるよ、2つを頼んだら。そうだね、はい、で味はオリジナル醤油にします。オリジナル醤油、はい、でご飯は、
やっぱ白ご飯かな。じゃあ白米でね、はい、はい、それにしましょうね。はい、じゃあそれでよろしく。トッピングはよろしいんですか。トッピングですか。ねえ、とりあえずこれ僕は。そうですね、はい、はい、ソフトドリンクは、はい、選ぶ、なんか、あ、ここだ、選ぶ、ここからよろしいんですか。じゃあ僕はパイナップルジュース、はい、私三品茶でお願いします。はい、以上でいいですか。楽しみですね。はい、以上でよろしくお願いします。自分でいろいろ選んで。そうですね、ね、ちょっとじゃ待ちましょうね。カスタムできるのがいいですね。ね、いいですよね。あ、ひろみさん撮ってますよ。そうですか。今ちょっと整理整頓してました。やっぱほらハワイアンっぽくないですか、やっぱ BGM ね。そうですね、うん、なんかね、うん、で店内もなんかおしゃれな感じでね、うんうんうん、いいですよね。窓際ですけどね。はい、うん、まあ、テイクアウトもできるので。テイクアウトもできる、うん、いいですね。さっき買って出ていかれる方もいらっしゃったから。なるほどね、うん、ですよね。買って海沿いで食べたりとかもね、うん、あ、まあそれもいいね、うん、いいと思いますよ。はい、あ、はい、はい、ありがとうございます。はい、三品茶です。はい、おー、うわー、あ、すごい、絶対美味しいやつですね。見えてないね。はい、後で見てください、うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、わー、ありがとう。ポキ丼のアボカド付き、ポキ丼のアボカド付き、うん、すごい、はい、でしかも、うん、ポキが、はい、マグロとサーモンです。マグロとサーモン、はい、で僕がそれ何でした、何頼んだの、何でした、なんかシリシリみたいなやつ、なんだっけ、人参シリシリです。あとパパイヤ、と僕ハワイ語でなんとかって言って、そうです、あとはマグロとサーモン、うん、はい、ああ、でもなんかシリシリが美味しそうですね。シリシリはね美味しいんですよ。人参とパパイヤ、はい、これ真ん中豆、枝豆でしょうね。枝豆です、うん、で下はご飯、下はご飯です、白ご飯です。あ、一緒ですよね。あ、一緒です、白ご飯です、です、うん、いや、これはもう、うん、美味しいね。石垣さんのキハダマグロですって。キハダマグロ、うん、ね、ね、もうほらオーダーして、カスタムオーダーしてからの、すごい香りがもう醤油ですか。どれ、私オリジナル醤油ですけど、僕わさび醤油、わさび醤油、はい、いただいてみましょう。ではいただきましょうよ、ね、これもほんと食欲そそるような、はい、もう香りがね、香り、そう、ね、いいですね。でも今回同時で食べましょうか。あ、分かりました、はい、では、はい、いただきます。いただきます。いや、ご飯もたっぷり、たっぷりです。いただきます。マグロとサーモンですからね。そうです、さぞかし美味しいんでしょうな。いただきます。いただきます。もうもういいですか。めっちゃうまい。すごい。これ。これはうまいな。あのね、うん、切り身の魚に、はい、ポキに味付けがめちゃくちゃされてあります。めちゃめちゃ染み込んでますよ、うんうん。で、私オリジナル醤油漬けでした。僕はわさび醤油。なんかちょっとわさびの風味もちろんしますよ。オリジナル醤油の方には、はい、ごま油も。うん、若干入ってる感じで、まあ、ごまの風味がする、結構します。香りからすごいしたので、オリジナル醤油いいですね。いや、うまいな、うまいな、うまいぞこれマジで。すごい味付けが、うわ、うまい、ね、僕ほんの数分ですよね、待ってたのね。そうです、そうです、こんなたっぷり時間経ってないのに味がつくもんですね。僕人参チリしたちょっと酸味もね、うん、なかなかいいなと思って、うん、何笑ってるのか何で笑ってるの、酸味ね、まあ、パパイヤも美味しい、うん、青パパイヤ、この下にご飯が入ってるの。そうです、そうです。うん、ひろみさん、何ですか、ご飯が下に入ってる一緒やから。あ、なんかそうそう、まあ、見えないからさ、ご飯が。あ、そうです、うん、
美味しいな。うわ、札探してますよ、一生懸命今。札、札ぐっちゃぐちゃにしてんの。これです。うん。リピカプ系でございます。美味しい。うまいな。なんで今まで来へんかったのかな。いや、気になってたけどね。はい。本当ね。うん。で、場所もさ、うん、あの三崎町からさ、歩いてすぐですからね。あ、そうですね。ユーラティック市場からね。はいはい。うんうん、歩いて 2,3 分。近い。うん、近い近い。で市営駐車場とかに車レンタカーの人とかを止めて、うん、そうそう、で歩いてくるっていうこともできるしね、うんうん、場所はね問題ないですよ、これぶっちゃけね、うんうん、まあ、正直言いますね、視聴者さんの皆さん、正直さっき1本ね、うん、グランドゾーンやったんですよ、うん、でまあほらポーク卵食ったり、はい、シェイク飲んだり、結構お腹ちょっといっぱいかなと思ったけど、うん、全然いけますね。なんか今日一発目食ったかのような、そうですね、なんか美味しいわ、うん、うまこれ、うん、ポキも、うん、ひんやり美味しいですね。ポキがハワイ語すの、うん、ポキハワイ語だって、うん、うん、アボカドとも合う、合う、うん。で飲み物は何か飲んだんですか。サンピーミーちゃん、私はパイナップルです。で、なんか思うこと言うたわ、言ってません、いつも言ってません。あ、そっか誰がいつも言うてへん。たまに遅いわ、10回に1回ぐらい言うわ。そうかな。いやいやいや、打率0割やそれ。なんか幸せそうに食べてますよね。アボカドとね、ちゃんとポキも一緒にね、枝豆も、はい、一粒残らず食べるんでしょうな、そんな、ね、合う合う合う、うん、おいしい。これさ、うん、オーダーしてから、はい、ここで、うん、味付けとか、そうですよね、うん、あの切り身のね、コキの部分を ね、はい、ね、あの作ってくださるので、そうそうそう、オリジナル自分好みのものは食べられる、食べられる、うん、っていうことですよね。次回はまた何しようかなとか。本当よ、ここさ、うん、テイクアウトもできるからさ、いいですよね。そう、ちょっと夜もやってるでしょ。そうそうそう、ね、ちょっと晩ご飯今日 ポキ丼にしようかとか言って、うん、なんかいいね、ポキ丼にしようか、うんうん、ちょっとはるか行って買ってきなさいって、うん、お家すぐそこなんで。あ、そっかそっか、家近かったもんな。めっちゃもうすぐそこ、いいですね、うん、いいとこ見つけた。そんな顔、そんなのサラごと食うぞ顔してまた、やっぱりポキ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 ってただマグロマグロって言ってるだけやん。おお、よう食べる食べる。どうですか、え、どうですか。いや、顔近いんだよ。顔が近いどうどう、いやいや、アップに耐えられへんから、耐えれんな。いいのけど、新鮮なマグロが食べれて、うん、キハダマグロだから ね、さっぱり系ですしね。そうですよ、いやー、マジうまい、うん、うん、いいな。そのなんだっけ、そのしりしりのやつ、人参ね、うん、うん、なんだっけ、あのハワイ語でやったかな、人参しりしり、うん、酸味があって、うんうん、酸味があって、うん、なんだっけ、ハワイ語でなんて言うんだっけ、2文字、ラペです、ね、ラペ、ラペです、ラペ、うん、はい、ラペでした、うん、さっぱり系のね、どうぞどうぞ、うん、酸味のある、うん、ご飯にもよく合いますよね、こういうのってね、めちゃめちゃ合いますよ、うん、でこれ僕ね、レモンあるんですよ。あ、本当だ、ほらちょっと、あ、そう、何にかけるの、ポキ、一回やってみる、誰に誰にかけるって、 あなたにかけるわけじゃないよ。誰にって、ポキにですよ。そっか、誰にって、人にかけるんだ。びっくりした、ポキにな、うん、誰にって、あ、これをかけたらどうなるんでしょうか、誰にすね、もうちょっと札はなしでお願いしますね。あ、どう、いいですね、うん、うんうん、え、あ、レモンはちょろちょろとでいいでしょう、ちょろちょろ。どうでしたか、マグロ。美味しかった、美味しかったですね、本当に、うん、なかなかこう注文して
こうオーダーできて、そうですね、そしてこう自分好みトッピングできるという、うん、自分のね好きな好みの味に、ね、味付けもそうしてくれるのがいいと思います、うん、でマグロもその時仕入れた種類で ね、うん、でね違うみたいですし、今日はねキハダだったかな、キハダ、うん、キハダマグロです、そうですね、うん、今日はね、あと看板があるからね、そうそう看板ありますから、ちゃんと書いてある、はい、で店内お酒も飲めます、そうお昼から飲めます、まあ今日は、まあ、飲んでないよ、車運転飲んでないけど、うん、で営業時間が夜もやってまして、はい、お昼は12時から3時、3時で夜が6時から9時、9時で定休日が木曜日と日曜日でございます、まあ変更がある場合もありますの で、 そうですね、一応不定休、まあ、問い合わせしてみてくださいということで、はい、場所も由良区から近いですから、うん、もうはい、すぐそこですよ由良区は、そうですよね、うん、でもう通り沿いありますから、はい、もうすぐ分かります、分かると思います、いやなかなかあの店員さんの気さくでね、そうです、結構お話もね、たくさんしていただけるし、カリフォルニアに住んでたらということで、うん、はい、そうらしいですね、そうですね、もう店内はなんかレゲエ感がありますよね、なんかこの辺踊ろうかなっていう、ハワイアンなのかなと思うと、そうそう、意外とね、その辺も面白いと思います、なかなかいいと思いますので、うん、はい、よかったら、うん、来てみてください、新鮮な近海、はい、私もまたあのテイクアウトしに行きます、家近いか、そうそう、すぐそこ見つけちゃったいいとこもう食べないですよね、今日ですか、今日晩ご飯があるじゃないですか、晩ご飯があるんだって、では次回の動画でお会いしましょうです、すごい、晩ご飯食べるでしょ、いやいや、マジで